2021年ヘッドスノーボードから発売されるバインディング FX1 と FX Fey1 のバインディングを紹介したいと思います。この2つのバインディングはメンズモデルとレディースモデル、2つのバインディングは同じコンセプトで作られています。非常に軽量で樹脂ベースのベースプレートを使っているんですが、非常に柔軟で扱いやすいバインディングになっています。初中級者の基本滑走を想定して程よいフレックス、そして柔らかめのフレックスで扱いやすくなっています。アンクルストラップとツーストラップはインジェクションのタイプを使っていて、非常に柔らかくブーツのフィットも非常に高いものを使っています。またストラップの長さを調整するときに工具を使わずに調整できる、またハイバックを倒すフォワードリーンを入れるというんですが、この部分も工具を使わずに調整することができます。こちらはレディースですね。レディースの方はふくらはぎの位置が低く体がなってますので、ハイバックの位置を下げて、また全体的にレディースの脚力に合わせてなっています。また2つともディスクはマルチディスクというものを採用していて、4点止めの板、また2点止めの板に対応するディスクになっています。付属のビスで対応できます。しっかり2点止めでもセンタリングが取れるようなディスクになっています。どちらも初中級者の基本滑走に適しているバインディングですので、ぜひこれでスノーボードを気軽に楽しんでください。